ドラゴンアイス渋谷店、ビルドラゴンアイスは、株式会社ドラゴンアイスカンパニーから発売された、台湾発祥のかき氷アイス商品の名称。電流入りの特殊な氷を薄く削ったかき氷に、好みに合わせて、別売のナタでココや、ココナッツミルクをトッピングも可能なかき氷アイス。東京都渋谷区道玄坂の新宿ソフト、系列グループが運営する。 テナントビルにドラゴンアイス1号店を2007年6月20日、開設。ショッキングピンクと赤を基調にし、ストロボフラッシュが取り付けられている。その後、同年10月1日をもって閉店した。2007年10月、東京都千代田区外館田に開店。ただし、同年9月には、当時同所のテナントだった、石火の里において、ドラゴンアイスの取り扱いを開始していた。 移転後には、ドラゴンアイスだけでなく、餅をワッフル状に焼いたものに具を挟んだ、モッフルタンという商品も販売している。2008年10月16日より、店内改装のために閉店となっていた、ドラゴンアイスの跡地に、今度は、沖縄木灰そば、マーサヌヤーがオープン。ドラゴンアイスの HP へのリンクが、自動転送で、沖縄木灰そば、マーサヌヤーの HP になっている。 2008年6月18日、池袋駅東口のストリップ劇場ミカドの前に、その年限りの期間限定で出店。秋葉原店と同様、モッフルタンも食べられた。桜通りでワゴン車を利用した仮設店舗によるドラゴンアイスの販売が行われていた。ありがとうございます。